はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきたいと思います。まあ、ちょっと間が空いてしまいましたけれども、二刀流の極意を得るためにまあ、とりあえずベタンソスに来て何か有力な情報がないかってどうしたんだっけ。結局ここ入ったっけ。もう一回入ってみよう。確か何も情報なかったんだよね。何かご存知のことはありませんかと。で、あ、そうそうそう、お兄さんも来たのみたいな。で、情報は結局ないと。ただで、鍛冶屋は特に鍛えるものはないので、あ、いけるね。こっちの村に行こうか。アザラシがいるね。海岸にアザラシがいる。こんなところに珍しいですな。追い払おう。放っておこう。追い払う必要とかなくない？今のところは。ちょっと放っておくか。じゃあここの町に行って情報を聞いてみますか。上に変なやつもいたね。何かご存知のことはありませんかと。年頃のお嬢さんかい？この間は可愛らしい男の子だったのにね。それは兄です。こんなお姉さんに抱きしめられたい。二刀流だかなんだかのことは全然知らないけどね。そうか、結局わからずか。ちょ、上、こいつ怪しいよね。何やってんだこいつ。妖精ハンター。妖精を捕まえようとしているハンター。捕まえてどうするつもりなのかはわからない。なんだお前ら、用がないならち行け。何を感じの悪い人たち、人たちなんだ。集団なんだね。で、これは何？ウォーターミラーって書いてあるよ。水鏡、そのままだな。固有性を映し出す水鏡。今は木星が映っている。特に調べられないな。ここはじゃあこれだけか。じゃあまた船に乗って、こっちの方は、あ、いけない。これここ以上いけないっすね。ってことは上の方に行ってみますか。いっぱいあるな。まあ一個ずつ行くか。コルーニャ。デブだな。何かご存知のことはありませんか。今何とおっしゃいましたか。田舎者なんで難しい言葉遣いがよくわからんのですよ。二刀流を教えてくれる人か場所を知りませんか。二刀流ね、なんか聞いたことがあるような、やっぱりないような。どっちだよ。役立たずのデブだなこいつは本当に。あ、なんか手に入れた。ショブスリ。ショブスリって何。アクセサリー的なものかな。所持品で見てみましょう。武器防具かな。ショブスリはないね。防具でもない。手防具でもない。盾でもない。武器、あ、あった。これはなんだ。このマークは槍かな。戦士の槍と同じマークしてるね。弱くね。まあ所詮タダでくれるものだからね、町に行って。この箱みたいなやつは妖精ハンターの荷物、かっぱらおうぜ。いやでもこんな箱持ってはいけないか。なんだろうこの荷物。この辺をうろついている妖精ハンターたちのものでしょう。かっぱらおうとかないんだね。なんかさ、超単純な罠が置いてあるんだけど。こうやって蹴っ飛ばしてな、これ。妖精ハンターが仕掛けた罠。これは何の儀式なのかしら。おそらく何かを捕まえるための罠でしょう。こんなんで捕まえられんの。妖精とか。単純すぎだろ。これはフェアリーストーン、アナーキー氏。フェアリーじゃなくファイリーかな、わからん。結局よくわからん。今のところ手がかりはなしだな。まあまだ行けるところはいっぱいあるんで行きますか。まずはここ。なんか村を渡り歩く感じだね。何かご存知ありませんかと。
あなたが二刀流、またまた冗談言わないでよ。何かご存知なんですね。お願いします。二刀流なんてすごそうじゃない。思わせぶりなこと言っちゃってごめんね。うむ。お、羅刹のベルト。これあれだよね、ロマサガ3とかだとさ、魅力値が大きく下がるんだよね。こいつ何してんの。アーマさん、海に潜って漁をしているようだ。話しかけてみる。何をしているんですか。見てわかんないかね。漁だよ。私はアマなんだ。あんたら冒険者だろ。よかったら海底洞窟に案内してやるよ。え、海底洞窟。ちょっと待って、今はまたいいや。また来ます。で、これはパイソン。あー、これだとフリーバトル的なあれだね。フェスティバルステージ、なんか祭典を行うところか。舞台みたいな場所ね。何かしら儀式を行う場所なんでしょう。結局でも左の方にすげえのがある。コクーンって書いてある。コクーンって、何これ。魔物の巣。サメか。サメと戦うのか。すげえ村がめっちゃいっぱいんだけど。二刀流何か知りませんかと。二刀流ってのは右手には剣、左手には槍とか持って戦うのかい。ユラニウスケの二刀流は両方の手に一本ずつ同じ剣を持つスタイルです。そうか。結局何の情報もなし。じゃあちょっと左の方から行こう。何か知りませんかと。どうしてユラニウスケの人たちはわざわざこんな辺境の地に二刀流の修行に来るんだい。確かに。なるほど、多分この地独特の何かがあるんだな。でもこの辺で二刀を使う人なんて見たことも聞いたことがないよ。リーヤの七不思議なんだそれは。ちょっと上のこの眉みたいなところに行ってみますか。妖精の眉、入江の産地の視野に横たわる小屋ほどもある眉のような物体。何の眉なのか、なぜ存在するのか、あらゆることが謎に包まれている。この巨大な眉は何。こんな大きな蝶がいるの。これは妖精の眉よ。この中で妖精が大人になって真の姿に変わるの。真の姿。私たちが目にする妖精はすべて、妖精なの。でも真の姿を人間が目にすることはない。真の妖精は人間の世界に現れることはないの。ほら、妖精がやってきたわ。え？おお。そしてこの眉の中に入っていくと。え、それで終わり？もう一回入ってみようか。入れねえし。まあ、結局妖精が降り立ちましたと。そういうことね。あとはここビゴ。何かご存知ありませんか。大変だね、情報収集も。お、これはなんか選択肢が出た。強くなりたいだけ。まあ普通にユラニウスケを守るでいいでしょう。当然の答えだね。君はユラニウスケの人だからね。そりゃそうだよ。終わりかよ。あ、なんか始まった。何の手がかりもないなんて。もう諦めるのですか。この程度で値を上げていては武芸の習得など覚えないことです。何言ってんの。さすがは姫、その息です。ここにも罠があるね。特にセリフは変わらないね。で、こっちの方から来たんだよね。じゃあいけないか。あー、じゃあ一通り見終わったのかな。最初の街へ行ってみよう。
ああ、妖精があちこちで見られるんだがねと。妖精を信じるなんて異端だわ。それにメーマの手先が入り込んでいるかもしれないわ。妖精はダメなんだ。妖精か、二刀と関係があるかしら。妖精だって降り立ったよ、さっきあそこの眉みたいなところに。ここ会話がある。二刀の習得は諦めということですか。え決して諦めません。せっかくここまで来たんだから。え、ポイントはじゃあ妖精だね。妖精ハンターとか。ちょっとここに入ってみよう、もう一回。あんたは妖精の存在を信じるかい。人を助ける妖精がいると信じるのは異端です。そうなの。人を助けるのは精神であり、その力を授けられた皇帝だけです。私はそう教わって育ってきました。あ、そうなんだ。妖精の話をしても咎める人もいなくなった。時代は変わっていくんだね。妖精を信じることは悪なのかしら。ここの人たちは悪人には見えないけど、基本妖精は信じちゃダメなんだね、この世界では。で、会話は多分またあれだよね、諦めるのっていう。いやいやいや、諦めませんよ、こんなことで。え、このアザラシは、このアザラシも謎だよな。追い払っておいた方がいいの。いや、放っておこう。追っ払ってなんか後でね、復讐されても困るし。じゃあこの妖精ハンター、特に何にもなしだな。ただちょっと妖精がキーワードっていうのが分かったね。またちょっと一個ずつ話を聞きに行くか。おいデブ、なんか教えろ。ここのところ妖精を捕まえようとする不届き者が後を絶たなくてね、見つけたら追い出してるんだけどね。妖精を捕まえてどうすんだ。買い手なんてつくの。妖精って何に使うの。買って妖精信仰は異端だと思いますか。捕らえて利用するのはさらに許せない行為です。あれさっきの妖精ハンターとかほっといていいのかな。武芸を極めたいんだったら妖精を探してみたら。ああ、妖精って言っても人間よ。人間なんだけど妖精って呼ばれてるよ。とにかく人間離れしてるから。妖精さんが二刀の技を授けてくれるんでしょうか。なるほど。妖精を探してみよう。ってかさ、普通の妖精でいいの。さっき左上のところに妖精が入ってったよね。おっしゃ、ちょっとここに行ってみよう。コクーン、おー、入れるね。この前に入るのね。兄様もそうしたのね。姫、誰と話しているんですか。妖精よ、あなたには見えないのモンド。何、私には何も見えません。それはメーマのたぶらかしです。その前に入ってはなりません。そのようなことで武芸が身につくはずがありません。大丈夫よモンド、生きて戻ってこられるかは私次第だけど、必ず二刀を体得してくるから。マジか、そんなに過酷な試練なのか。うん、待ってんのこれ。眠いなーみたいなまだ戻ってこねえなー、寝ようってお、姫。あ、モンド、あなたどうしてここに。何をおっしゃっておられます。このモンドが姫のお帰りを待たないはずがありません。長かった、こんなに辛いとは思わなかった。え、もう終わったの7日7番姫をお待ちしました。そんなに短かったの。1年を過ぎてからもう数えなくなってしまって、3年は経ったと思っていたけど。ああ、時の流れが違うのか。3年も経てばもっと大人の女性におなりですよ。まあ確かにそうだよな。でもそういうことか。え、二刀の技を得得したと思ったのも夢なのかしら。死ぬほど辛かった。実戦で確かめてみましょう。ロール、二刀の神栄を得得。やったなんか結構簡単に覚えたな。ロールだよね、戦闘準備。
アイスソードを外さないとね。そうすると二刀流、二刀を使用するためには二刀専用のロールをセットする必要があります。二刀ロールをセットすることで長剣を2本装備することができるようになり、二刀専用技を使えるようになります。長剣技に加えて攻撃力の二刀技が使えるほか、長剣技を使うターンでも武器稼働ができるという特徴があります。これ今つけて、あ、これでつけてるってことだよね。そうするとなー、ちょっとじゃあ装備アイスソードは外そう。っていうかさ、俺2つ持ってるマスターソードってこれ長剣扱いでいいのかな。まあ、まずアイアンソードは確実に長剣でしょ、とバスターソードだよ。てかさ、これさ武器はないからさ、ヤマトから付け替える。ヤマトにアイスソード装備させるか。そうするとヤマトって鎧だよね。じゃあせっかくだからこいつ火だけどさ、アイスソード装備していいのかな。まあいいや。え、強撃とかさ欲しい、あげたのにもったいないな。まあでもね、二刀流ってすごそうだからね。武器ってどうやって手に入るの。だって鍛冶屋しかないからさ、武器そのものは買えないじゃん。まあなんか来訪記念とかでさ手に入れたりはしたけど。そうだ、エリセドとか仲間になったな。なんかちょっと久々すぎて忘れてた。そもそもまだ戦闘してねえし。ちょっとハイソンあたりに行って戦闘する。あ、あとこのアマさんか。海底神殿に行ってみようか。連れてって戦闘かよメンツ的にはちょっと編成を変えよう。ウルピナ、オグニアナ、スゴール、これ結構ベストメンバーな感じなんだけどな。まあこれか。まあ控えのねキャラも強くなったと思えばそれでいいか。おお、かっこいい。まずはねやっぱりちょっと将来を。水のエレメント気持ち悪いなこいつ。栄翔して正常の人。うわ、実か。で、なるべくなら1とかでいきたいけど、ブロックしよう。こいつは守る。二刀十字弾とかめっちゃ使うな。あー、ソードガードとか失礼剣2。いや、早うさぎりでいいでしょう。で、狙い撃ちしてかぶせるかな。このターンで B を倒せばね、連撃が発動するけど。ほら、うわ、やる。まあ、ここもこれでいいでしょ。うん、回し打ちでで、はやぶさ切りの、将来ほら強いマジ強い。おお、そうか、長剣スキルをまた上げていかないといけないんだな。てかこれさ、武器のスキルって、ああボーナスが達成できなくなったけどしょうがない。一つに集中した方がいいのかな、それともなんか何個かの武器のスキルを上げていった方がいいのか。あ、ただうお、敵がいっぱいで、これこそマジで将来だな。防御毒、花粉防御と
いぜ。花粉ってね、毒っぽいよね。毒にはならなかったか。ヘアブサギリでまず E を倒そう。E防御か。結構防御してるね。無理やり防御突き破る。大爆弾とかめっちゃ効きそう。ちょっとブロックしておこう。で狙い撃ちと。これがまあうまく星を使った感じかな。おお身代わり。うわ巻きた。マジかよ。ランクアップ大爆弾よっしゃー。とこうやばいな。D を倒すっていうのもありやな。防御か。ただまあ先にこいつを倒して、こいつ骨砕きとかさ、骨あんの？まあブロックしておこう一応。で狙い撃ちで D を狙って麻痺って結構つらいな。ポイズナスバイク。え、強っ。死んだ。こいつよくやられるな。将来こうだ。やばい。おりゃでっかシャンと。やばいな。毒とかで多分将来をやってるあれはないからね。茨の呪縛。気合い打ちで A を倒そう。で二刀十字弾いいね。こいつでこれやるとでもいいか。別に電撃が発動してくれれば。これ積んでね。おりゃ。おお。かかとっきりで電撃。よーし。おお、超剣スキルが上がってくね。おお、オンの7か。ヒットポイント1。お、弓上がった。これはもう、とにかく将来に、つぎ込もう。いやー、せめてなー、将来がなー、ランクアップしてくれればね、超使いやすくなると思うんだけど。てか、海底神殿何しに来たの、俺。何結局何にもないじゃん。フリーバトル的なあれこれ。え、海底洞窟に案内してやるよって言われて。マジか。それさ、村に旗が立ってんのと旗が立ってないのがあるよね。おー、リーアの人は州の外に出ないのよ。妖精に嫉妬されるからね。一緒に世界を救わない。え、何え、何これ、この一般人何一緒に行くって来んの。一緒に行こう。え、父ムロスの人、人形バスタードウィングとか名前かっこいいな。あ、得意武器長剣持って、長剣パクろっかな。いいの装備してたらこうやって武器を手に入れていくのかな。ちょ、鍛冶屋長剣期待よ、ウルピナの。まあ、アイアンソードがいいかな。あ、アイアンソードからバスタードソードになるんだね。ただどうしようかな。アイアンソード回。え、どっちがいいんだ？これ全部使うけど。
こういうのって多分特化型になるんだよね。でこれが全部標準的なやつか。火の結晶が1個減ってるね。土の結晶とかめっちゃいっぱいあんな。ちょっとアイアンソードはじゃあアイアンソードで強化していこうか。ああそこからロングソードね。なるほどなるほど。鉱石片とかさ、1個しか持ってないのに15個必要だよ。でその代わり結構強くなるな。でもロングソードが作れるじゃん。どっちがいいんだろうねこういうのって。いやバスタードソードをちょっと見てみよう。土、ああ結構土系が結構作れるんだな。であとは土とか何もんだこいつ。アイアンソードか。あと陣形を手に入れたんでちょっと陣形を確認してみますか。戦闘準備で陣形とバスタードリング、これ指定位置長剣コストが軽減される。おいいね。ターンごとに1ずつ増えるでしょ。 BP は戦闘キャラの素早さを生かし臨機応変に技を選択するといい。あーなるほど、長剣使い2人入れるといいってことね。まあ、2人入れるだけのあれがないかな。ちょっとじゃあバスタードウィングにして、ツイゴールの位置とベアトリスの位置を変えて、でベアトリスをさっき入ったあれあいつに変えらんない。まあいいや、これでやってみよう。これで一回敗戦で戦ってみようか。ここはイージーだからね。最後の敵を連撃で倒す。誰も戦闘不能にならないダテックスとか手に入るけど、こういうミッション的なやつもねやっていかないと素材が集まらないのか。戦闘準備で編成、ちょっとベアトリスと父を変えよう。でオグニアナの位置と、あ位置ってどっちかいんだこれ。陣形でかいのかな。あ、なってるか。長剣 BP 軽減、長剣 BP 軽減。え誰がこれ、ウルピナだけ長剣 BP 軽減になってんのって。指定位置、あー一人だけってことかな。じゃあ父入れる必要なくない結局ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。じゃあ編成で、あそこの位置からさちょっと直接メンバー交換したいよね。でバスタードウィング、これでいいか。戦闘開始。でまず一番最初はやっぱりこの将来だよな。あ妖精ハンターじゃんこいつら。妖精ハンター村も荒らすのか。悪いやつらだな。いったいった。で二刀十字弾、失礼剣とかもさ減ってるのか。これバンプさせよう。バンプさせて、やっぱね強撃がね2使うっていうのがね、強撃1になるとねだいぶ楽になるんだけどな。よしこれで瞬速ネアを使ってくるのか。二刀失礼剣いって、強い。お、なんか覚えた、スイングダウンだ。よっしゃこれ強いんだよね。ほらー、よしこれで電撃発動、倒せっかな。あーかなりヒットポイントあんな。でこれで二刀十字弾が2で使えるのか。
あ、こいつも結構覚えたんだっけ技。バンダライズ覚えたいよな、バンダライズを。バンダライズめちゃくちゃ強かったかな。しかし俺は今日から二刀流に生きる。かっこいいね二刀流。ウルビナってかなり剣士的なキャラなんだ。よし、スキルがどんどん上がっていくね、やっぱり。お、こいつ体験スキルようやく3か。ちょっとヤマト君使っていかないとな。お、スキルレベル7にアップ。ランクが上がってほしいんだよね。でも誰も戦闘不能にならないしか。スキルレベルが上がった方がランクも上がりやすくなるのかな。うん、まあこれだけだよね。はい、というところで、じゃあ無事二刀流を習得することができましたので、一応ちょっとねアイスソードずっと使ってたんですけど、ウルピナはこれからは二刀流に生きようと思います、せっかくなんで。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。